弁士中本浩一、演題外務省医務官の経験、学童塾での学び、そしてこれから。では中本さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日の私 のテーマは、外務省医務官の経験、学童塾での学び、そしてこれからということで、3題お話をさせていただきます。非常に短くいたしましたので、少し頑張って聞いていただければと思います。まずですね、外務省医務官として、26年働きました。で、得たことということで3つに、もちろんたくさん学んだことは多いんですけど、まとめさせていただきました。1つ目が医療制度、世界と日本の違いへの理解ということなんですけども、ですね、はい、その国内にいたときはですね、まあ、当たり前と考えて、皆さんもそうだと思うんですけども、その日本の医療制度はですね、水と医療はただ当然みたいに考えてらっしゃる方が結構いて、まあ、私もそうだったんですね。実際のところ、タクシー代わりに、救急車を呼んだりとかですね、本当にコンビニ受診というようなことも行われたと思います。ところが、まあ、そうじゃない国はほとんどですね、救急車がただの国はほとんどありません。それから、まあ、一方ですね、そのカナダのようにですね、カナダは医療費は基本的にただなんですけれども、国民のコンセンサスとしてですね、医療資源は有限であることを理解して、それを大切に平等に利用していきましょうと、皆さん、国民の皆さんが納得して利用されている国もあるということが分かりました。で、まあ、日本、カナダ、アメリカに生活をしてですね、まあ、私としては日本もカナダ型を目指すべきではないかというふうに考えるようになりました。そして2番目ですけれども、日本人先達の生き様との出会いと言われております。これはですね、まさに2年前の卒受講師の時にもお話をさせていただいたんですけども、本当にですね、アジア、アフリカ、欧米等々ですね、渡り歩いてきまして、外から日本を見ることによってですね、そのいかにその過去、現在の方もそうなんですけども、過去数百年にわたって渡航されてた日本人の方がいかに苦労を重ねながら、そして日本の評価を上げてきたのかということが実感としてよく分かりました。少なくともその日本人としての評判を落とさないようにしていきたいというふうに考えております。そして3番目は、はい、志高き人々との出会い、ネットワーク形成ということなんですけれども、これもですね、仕事としては在外日本人の支援ということがメインなんですけれども、その中で多くの志の高い邦人の方々と出会い、そしてネットワークを形成することができました。ジャムズネットという団体もその一つなんですけれども、私自身の本当に大切な財産になりました。はい、次ですね、学童塾を通じて、得たことということをお話しさせていただきます。そもそもですね、学童塾に入ったというのはですね、外国に20年余りいましたので、その改めて自分がいかに日本のことについて知らないかということを自覚させられたと思いまして、日本のことについて勉強したいなと思ってた時に、たまたま出会いがありまして、許可いただきまして、学童塾に入塾させていただいたという経緯です。3つ、学童塾で学んだこともたくさんあるんですけど、3つ大きく挙げさせていただいております。1つ目は、これは政治、経済、防衛、外交、エネルギー、マスコミ学、そうですね、哲学等々初めて勉強することばかりだったんですね。そういう時期は医学以外ほとんど勉強してなかったので、本当に毎回の講義が非常に刺激的 でした。で同時にですね、その外から見てですね、感じている疑問に多くの講師の方が的確に答えていただいた。そして
私自身ですね、なるほどなというかですね、いやどうかなと思う講義はほとんどなくて、全てですね、なるほど、あ、そういうことだったのかと納得できる講義が多かったというふうに感じております。それから2番目ですけども、これはそうですね、本当今日もいらっしゃいますけど、同期の熟成、まあ、3年間いましたので、3年間の熟成同期、そして石田さんはじめスタッフの皆様ですね、で志の高い方との出会い、私の言う志の高いというのはですね、利己主義ではないということですね。リーダーの心で動いている方、他人のために何かしようと思って動いている方の集まりだと思うんですね。そういう方々と本当に出会うことができて、自分自身にとってこれも大きな財産になりました。そして3つ目ですけども、はい、ですね、伝統ある県政記念館で講演をさせていただきました。さらにですね、その尾崎幸雄記念財団発行のですね、世界と議会に、原稿を私の通文でも本当に申し訳ないんですけども、大した文章じゃないんですけども、掲載させていただいたという本当に光栄にですね、恵まれました。これたくさん買わせていただきましてですね、私最近名刺代わりにもうすでに100部以上配っておりますけども、本当に有効に活用させていただいております。そして、最後ですね、はい、そしてこれから学んでどうするのということなんですけども、これも、まあ、3つ挙げております。実はですね、外務省も退職する予定でして、これから地方自治体の保険行政に関わろうと思ってます。はい、で、まあ、その外国あるいは国の仕事からですね、地方にということなんで、都落ちみたいなのに雰囲気があるかもしれませんけど、そんなふうに思っておりません。まさに高橋さんから紹介いただいた本の中にもありましたけど、プライドですね、ビレッジプライドを持ってですね、地域の活性化、健康増進、あるいはまあ経験を生かした国際化にですね、貢献できればと考えております。そして、まあ、これまで得ました知識ですね、学童塾があるいは外務省で学ばさせていただいた知識、そして人のネットワークですね、これを本当に財産に思っておりますので、これを十分に活用させていただきたいと思っております。はい、3年間にわたる学童塾での学びに本当に感謝いたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、あともう予定では一人中村さんが演説をすることになっているんですが、まず